次は2つ目のお部屋まで右手の人差し指でトントンしたら左手の人差し指に変えてみるっピ。2つのお部屋ごとに右手と左手を順番に入れ替えるっぴよ。えっと2つのお部屋ってことは右手で4回トントンしたら次は左手で4回トントンするってことかにゃ ね、よーし右手と左手と入れ替えるタイミングを間違えないようにみんなもやってみるにゃ